今日は5月20日、今時間が6時です。今日笹戸、矢作川の笹戸に来ました。矢作川が解禁して、5月11日解禁になったので、今ちょうど1週間とちょっとぐらい経って、今日は昨日まで雨が降っていたのでちょっと増水してます。10センチ20センチぐらい高いそうなので、またちょっと水が引いてきたらいいかなと思います。今日はこんなところでやってみたいと思います。鳥の洗濯にミスしたっぽいです。鼻が潰れてました。毎年矢作川はここの場所から始めるんですけど、いい時は40ぐらい数が上がります。こんなにちょっと増水したのは解禁して僕はやったことないんで、釣れるかわからないんでどうかわかりません。まだ朝早いんでかからないと思いますけど、やってみます。まだ一人もお客さんはいません。自分だけです。思い川は6月の7日に解禁するみたいなので、またちょっと休みがちょうど取れてるので、一緒に友人と行けたらいいなと思ってます。あまりにも釣れないので移動します。笹戸じゃなくて小戸の方にちょっと移動してみます。来たんですけど、乗り合いがたくさんいるところを見つけたけど、鳥がほぼ動かないので鳥を買いに行きたいと思います。やっと一匹かかりました。この部屋のチビアユですね。ちっちゃ。した。
いい色が釣れた。じゃないと思ったな。データパンです。なんでか知らんけど入れ替わりになってます。これがいいのかな。こっちもか作ってみるかな。大きいんじゃない？
低くはないか。やっぱ流れの中で群れに入ると一発トラでやるよりは早いな。サイズはちっちゃ。強いけど、マークからやるよ。よし、どこへ。うん、来た。どうでもない。酒盛りが切れないから。うん、めっちゃいい匂い。でも調子が良くなってきた。サイズは変わりません。あんまり人がここ入ってないのかな。小さいんでまだおとりじゃなくて群れ鮎じゃないと釣れないですね。釣れるともっと楽しくなると思います。まだ寒いんでもうちょっと梅雨明けからが楽しみですね。